ピンチがチャンス !JJ チャンネルです。どうも皆さん、お元気ですか、私はですね、こちらベトナムで元気にやっております。ポカポカしてきました。このハノイはですね、ベトナムの中でも寒いんですけれども、最近ポカポカしてきたんですね。で、ちょっと汗かいたんで、近くに銭湯があるんですよ。で、銭湯行っていまして、風呂浴びて、で、ビールをちょこっとね、飲んで、で、ちょっと配信しようかな、ということで配信します。で、今日はですね、いつもとちょっと違ってですね、事件の考察をします。で、普通事件っていうのはですね、起こってからこの事件っていうのはこうじゃなかったのか、真相はこうじゃなかったのか、ひょっとしたらこれは冤罪ではなかったのか、和歌山カレー事件は林真須美被告は、冤罪ではないのかとかですね、これ事件が起こってから、まあ考察しますよね。今日はですね、予言です。ね、予言をします。事件になるんじゃないか。ね、ひょっとしたらこれは事件じゃないのか、事件になるのではないか。この辺をですね、事件になる前、ね、今正義感あふれる形で大阪万博を進めているね、ある人物について、ある会社について、考察をしたいと思います。これあくまでも考察ですのでね、全然事件にならない可能性もありますけれども、僕が、見る限りですね、これは僕大阪でいろんな、体験をしてきた、若い時はですね、これ青年実業家というふうに呼ばれたこの僕がですね、感じるんですよ。匂いを感じるんですよ。これは事件やでと、ね。で、実際僕の知り合いもですね、これ大阪地元ですから万博の工事に行ったりしております。大阪パビリオンですね。こういった建設関係もですね、目の当たりにしている、友人もいておりますのでね、今日は、ある人物について、そしてね、このある人物についてもですね、M さんという形で、僕はですね、動画を前回上げさせていただいたらですね、非常にですね、皆さん方からですね、お叱りの、いわゆるツイッターもいただいたんですよ。ね、JJ 名前言えよと、お前マスクしてんねやろと、何のために帽子かぶってメガネかけてマスクしてんねんと、命をかけて配信してんねやろ、おい、こら、おっさん、ボケかすって言われたんですよ。ね。わかりました。で、今日はですね、あくまでも考察です。なのでですね、森下、隆一さんも名前出ましたけどね、森下雄一さんのこと、これ、誹謗している動画ではありません。ひょっとしたら森下隆一さん、こんなことが考えられるんだけれども、よかったらちょっと記者会見してくれへんかなっていう動画にしたいと思います。ね。そしてこの森下隆一さんの、顧問会社の、サイエンスの社長の、青山さん。ね。青山京明さんね。諸葛亮京明みたいな、孔明みたいな名前ですけれども、青山京明社長ね。このお二方ですね、ぜひですね、いやいや、俺たちはそんなことないよ、ということをですね、YouTube なので配信していただけないでしょうかね。というのもですね、なんで僕はそう思うかというとですね、ある権力を持った人の関係者が、国の税金を使った万博でパビリオンでスポンサーになったり、まあプロデューサーをするっていうのは、これひょっとしたら利益供与に当たるんじゃないかっていうようなね、ことをですね、素人ながらに思っているんですよ。もしもそうだとするならば、ね、ある一定のいわゆるポジションに立ってる人の関係者が税金を使ったイベントで得をするということになりますよね。確かですね、僕が知ってるのは、いろんなその国の税金を使ったりする事業はですね、いわゆる客観的にそういったプロデューサーと関係している会社なんかは、ね、そういった利益供与があるということで、これ確か規約にも書いてあったはずですよね。そういったところは選定してはいけないというふうに規約に書いてあったはずなんですね。ところが、なぜかですね、森下隆一さんが顧問をしているサイエンスという会社が大阪パビリオンのメインスポンサーになってますよね。従業員70人の会社ですよね。まあ、従業員70人の会社だからと言って、まあ、メインスポンサー10億いりますからね。これのスポンサーに、なってはいけないということはないんですけれども、例えばね、そのメインスポンサーじゃなくてサブスポンサーになってる会社は、まあ、従業員が7万人以上いている日本生命であったり、
従業員が6000人も7000人もいてるロート製薬さん、この人たちがプレミアムスポンサーに2番手3番手になってるけれども、今70人の会社のサイエンスという会社ね、この青山京明さんの会社が、なぜメインスポンサーになったんかなーっていうのはちょっと不思議なんですよね。だって大阪万博ですからね、こんな大阪でもパビリオンですからね、これね。すごい大阪が威信をかけて出す大阪が威信をかけて、大阪市なんか関係あるのかなね。別にこれはね、そういう意味で使ったわけじゃないんですけれども、大阪のね、このパビリオン。ね、このパビリオンは何かというとですね、まあ、大阪ヘルスケアパビリオンという名前がついてて、2050年の未来の大阪っていうね、形のパビリオンが大阪できるんですけれども、ここのですね、プロデューサーがこの森下隆一さんっていうね、方ですよね、森下さんね。で、森下さんは総合プロデューサーですよね。つまり総合プロデューサーっていうのは、この大阪パビリオンの今言ったテーマについて、世界へ発信していくのをプロデュースするのが仕事ですよね。とね、自分の関係している会社を優位な立場に置いて、そして利益を享受するっていうことは、絶対に疑われるようなことはやってはいけない立場じゃないんでしょうかね。だから僕だったら、もしもそのような立場に立ってたら、まあ自分が顧問している会社、ねえ、これを、まあ、メインスポンサーにするっていうのは、ちょっと気が引けるというか、要請は僕やったら疑われて当然のことやからね。ところがさっき言われた7万人の日本生命よりも、6000人以上従業員がいたロート製薬よりも、70人の会社のこのサイエンスという会社をメインスポンサーに持ってきて大阪パビリオンをね、運営するっていうのは、森下さん、あなた、ひょっとしたらここは考察ですよ。あくまでも考察ですよね。隆一さんね。ひょっとしたら、あなた自分が顧問している会社に、これ利益享受をしたんじゃないんですかって考えるのが、これ普通じゃないでしょうかね。っていうことなんですね。そこでですね、ちょっと、森下隆一さんの過去ね、の話をちょっと調べさせていただいたんで、動画にさせてもらっていいですか？ね、これ事実ですからね。ウィキペディアにも出ていることですね。あなたは一般人なんですけれども、相当、ねえ、相当表舞台に出てきていますよね。ということで、この動画で森下隆一さん、あくまでも考察です。ひょっとしたらあなた自分が、ここが言いたいんですよ。ひょっとしたらあなた、ね、大阪万博を利用して、自分の、いわゆる顧問先を、メインスポンサーに持ってきて、そしてパビリオンに多額な税金が追い込まれますよね。これ万博ですからね。そういったことも含めて、このサイエンスのを知っている、この言ったら人間洗濯機ね、でも人間洗濯機ね、もう、まあもちろんそれは人間が体がね、このシャワーで有名な会社ですわ、このサイエンスで体が綺麗になるっていうね。これは商品としては素晴らしい商品かもわかりませんけれど、その商品を世界に売るための手助けをしている。ひょっとしたらこのサイエンスの、いわゆる、企業価値を上げるために一肌脱いだと思われても仕方がないんじゃないですかっていうね。ことを僕が、個人的に考察をしているということですよね。そうするとですね、これ大阪の当然パビリオンですから、大阪パビリオンのこのプロデューサーを任命する責任者は誰かというとですね、まあいわゆるこの大阪パビリオンの出展を承認したのは、大阪の推進委員会の会長である大阪府知事の吉村さんじゃないんでしょうかね。これがいわゆるこれ指名しないといけないですからね、承認しないといけないですからね。そしてこれ推進委員会の会長代行の、市長であった松井さんね、これが任命責任ありますから、それだから大阪維新の会とあなたがいわゆるズブズブの関係であって、あなたがプロデューサーになって、それで70人ぐらいの会社の、このシャワーの会社です。はっきり言って、僕から言わせてもらったシャワーの会社ですわ。まあどんな、まあものすごいいい商品かもわかりませんけれども、このシャワーの会社の、ね、青山さんの、会社をメインスポンサーに持ってきたと、なんかこの辺の関係が利益享受に当たるんじゃないかっていうふうに考えているんですね。で、なんでそういうふうに思うかというとね、
やっぱり松井市長にしてもね、吉村市長にしてもね、やっぱりもともとそもそもの出所っていうのは松井市長のお父さんは笹川流の運転手をしてたし、やっぱ博打関係の血筋を引いている。まあ、博打関係の血筋を引いているとは言い方悪いですけど、まあそういう立場で生きてきた人ですよね。で、まあ吉村さんも、吉村知事もですね、僕から言わしたらですね、大嫌いなヤクザと手を組んで、全国にサラ金を広めた竹内の顧問弁護士をしていた。まあそういった立場に立っていた人間たちが大阪維新をやっている。その人たちと繋がっていた。で、当然繋がっていないとプロデューサーに任命できないですからね。これ任命したのは当然、吉村知事と松井市長が任命しないとあなたプロデューサーになられへんわけやからね。だから何らかの関係があったんやろうね。で、こう繋がってて。そしてあなたは、そしたら、これ、どうやって決めたの？この、ロート製薬よりも、日本生命よりも、この会社がメインスポンサーにふさわしいって、あなたが勝手に決めたの？どうやって決めたの？なんか投票でもしたの？まあ、ちょっと決めた経緯について聞かせてほしいよね。で、たまたまあなたがその会社の顧問をしてたの？ということなんですよね。だからちょっと僕は疑ってるんですよ。これひょっとして利益供与に当たるんだったら、これは犯罪ですよね。しかも重大犯罪ですよね。税金、大きな税金がそこに流れていくわけですから。ということでね、今日ね、ちょっと森下隆一さんの過去どんなことをやっていたのかということをね、これちょっと調べさせていただいたので、これ間違いないかどうかですね。いや、間違いないと思いますよ。ちょっとご報告させていただきますね。森下隆一さんはですね、アンジェスという会社を作ってます。これが1999年の12月です。ね。で、森下さんはですね、まだ、阪大です。大阪阪大医学部の助教授だったんですね。で、その当時ですね、37歳という若さで、国立大学初の医療ベンチャーが一種のブームになったんですよ。この国立大の、大学生なんかが医療ベンチャー立ち上げよういうことでね、国の助成金なんかも出るいう形でね。妄想ブームになったんですよ。その時ですね、この森下さんはいち早くそのね、ブームに乗ってね、企業に飛びついたんですよ。そしてわずか3年後のね、2002年の9月にね、大学初のね、製薬、ベンチャー第1号かなとしてですね、東証マザーズに、アンジェスという会社の株式上場を果たすんですね。そしてなんとですね、そこで当然これは、株をですね、1万株以上持ってた森下さんはですね、公募価格で33億4000万円っていうのを手に入れたんですよ。ね。すごいですね。一瞬にしてですね、この、教授が、公立大の教授がですね、この、国の支援をもとにですね、上場をしてですね、33億4千万円を手に入れたということになります。しかもですね、このリクルート事件を沸騰させる出来事でもあったというふうに言われているのはですね、このアンジェス株の上場で、森下さんが手にしたのはですね、未公開株も含めて33億円どころじゃなくてね、100億円を超えるという計算になって、当時はこれはね、ちょっとリクルート事件を創殺事件の闇があるんじゃないかと、いろいろこう叩かれかけた経緯がありますよね。だけれどもですね、これはなんとなくこう、沈着していきましたよね。で、僕は思うんですけれども、このようにしてですね、国立大学出身のアンジェスのこのベンチャーの企業に設立してですね、ものすごいお金を手に入れた森下さんは、正解とのパイプを築いていったんですよね。で、これ間違いないですね。特にこれ安倍さんとものすごくゴルフを行ったりして仲良くなりましたよね。仲良くなってる時の映像とかですね、その、写真っていうのが出回っていますよね。これは当時の記者たちがおそらくそういうものを取材したんでしょうね。で、当然ですね、これ安倍さんっていうのはですね、菅さんと一緒に大阪万博を松井と、さんとですね、吉村さんと一緒に、大阪に持ちかけた、持ってこだした、この夢島に持ってこだした張本人ですからね、僕はそういった流れで人間関係があるのじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、で、最近ですね、ちょっと面白いね、情報をね、森下さん掴んだんですけれども、森下さんはね、東京のね、麻布十番にある小さな会社のワインバーに関わってますよね。このワインバー、ちょっと今回は、関係のない女性の方が経営しているので、名前を伏せますけれども、その会社ワインバー、あなたが
スポンサーっていうふうに言われてるんですけど、これ本当ですか？で、そこのワインバーでですね、5月の8、9、10の3日間、これ去年ですね、すごいあなたの誕生パーティー開かれましたよね。この誕生パーティーで、開かれた時のあなたの肩書きは、大阪大学大学院医学部院研究科、寄付講座教授っていうのは、えらい長い肩書きついてますけれども、そこに出席したね、このワインバーのオーナーがあなたがね、いわゆるその応援している人、まあ、技術にあなたがこれオーナーやっていうふうに言われてるかもわからない、言われてる店ですよね。で、現れた人、まあ、有名な人現れてますよね。例えば俳優の中村雅俊さんは2日目に現れてますよね。そして自民党参議院議員の丸川珠代さん。ね、この方も現れましたよね。この丸川珠代さん自体はお父さんがね、お医者さんで、医療戦略室の参与だった時代ね、森田さんがね、医療関係でね、参与している時に安倍総理と親しかったから、これ森田さんに近づいてきたというふうに言われているのが丸川珠代さんですよね。まあ、これ誕生日に駆けつけるのわかりますけれども、ここなんですよね。やっぱりですね、先ほどお話しした、大阪万博で大阪パビリオンの、いわゆるメインスポンサー、なぜか70人の会社のね、このサイエンスの会長の青山京明さんも、ね、シャワーヘッドメーカーの、シャワーのメーカーの青山京明さんも、あなたの誕生日会に来られてますよね。もうこれやっぱりですね、こういった個人的なパーティーに、やっぱり大阪の、まあ、万博の、ね、あなたがプロデューサーを務める大阪パビリオンのですね、メインスポンサーの青山さん、しかも顧問を務めてる会社社長が誕生日来ると、これ疑われても仕方ないんじゃないですかっていうことなんですね。しかもですね、この、森下さんね、僕ちょっとこれちょっとあなたも記者会見した方がいいんじゃないかなっていうね、事件がありましたよね。日本中が、コロナで騒がれてるときね、新型コロナで騒がれてるときに、ワクチンね、新型コロナの中で大阪発ワクチンを作るんや、いうことでですね、大阪維新が思いっきり推薦して、ね、なんで大阪維新があそこで推進するのか分からへんけど、ここもやっぱ斜め45度っていうか、僕はまあ、ヘタレジャーナリストで考察するのがね、趣味みたいな人間ですから、ね、一企業のね、まあ、一企業ってもいつも一応、あなたの会社上場してますけれども、先ほどのね、99年上場した会社なんですけれども、そのワクチンの開発するで言うて、大阪維新がなんであそこまで応援したんかな。しかも93億円、税金が追い込まれましたよね、このワクチン開発にね。だけれども、あれですよね、結局失敗しましたよね。これ、どうなんかな、失敗したのっていうふうに考えるんですけれども、ね。で、このですね、僕は思うのは、このように、あなたに血税の93億円ワクチンの時にですね、大阪維新が、よっしゃ、いた、半合さんとこんなもん税金流れへんからね、大阪維新が、まあ、言うたら、後押ししたからこんだけの税金が流れたんだと思うんですけど、まあ、失敗したのは失敗したとしてもですね、僕はこう思ってますよ。その後ですね、このあなたの株価っていうものがものすごく上がりましたよね。93億円の税金を使って大阪ワクチンの開発をあなた森下さんの会社がやるということで、アンジェスの株価、当時ですね、2020年の2月28日は375円の株価がね、ここなんですよね。この大阪維新も含めて大阪が大阪発ワクチン作るでアンジェスかって発表した後にどんだけなったかというとですね、なんと2492円。ね、何倍ですか？これ7倍ぐらい、7倍、8倍ぐらいに上がってるんですよね。これめちゃくちゃキャピタルゲインあったんじゃないですか？このキャピタルゲインで少し大阪にね、93億円もね、いわゆる税金使ってしもって失敗したわけやから、このキャピタルゲインちょっと、大阪に戻してくれてもいいんじゃないかなと思うんですけど、これね、大阪のおかげでこんだけ株価上がったけど、まあワクチンできへんかった。ほんだけどこんだけ儲かってんからちょっと戻しますわ。で、しかも今大阪のね、万博のこのプロデューサーやってんのそれぐらいのことをしてもいいんじゃないかなっていうふうにですね、個人的には思うんですね。だからあなたの周りにはたくさんの人が寄ってきますよね。まあ安倍総理も含めていろんな人が寄ってきますよね。丸川さんも寄ってきますよね。まあやっぱりお金があるところに人が寄ってくるのかな。まあこれはまあそういう、まあ世の中大人っていうのはそういう社会ですから、まあいいかなと思うんですけどね。それとですね、あなたが顧問をして、今大阪万博の、
いわゆるメイン、スポンサーになっている、いわゆるサイエンスの社長の青山さんもですね、ちょっと調べさせていただいたらですね、今、ひた隠しにしてると思うんですけど、昔この方倒産してますよね。で、倒産した時にですね、なんかこのマンションの業者とか債権者に対する債務をですね、免除されてますよね。倒産した時ね。だけど、当然これ倒産ですから破産管理人が入ってちゃんとした手続きを取ってるので、これ法的にはちゃんと倒産したと、ね、いうことで法的には問題なかったと思うんですけれども、でもこの翌年に、このね、サイエンスっていう会社が設立した時に青山さんの名前に切り替わってますよね。つまりさ、債務のあった会社を破産さす時には自分は表に出てない会社を作って、サイエンスという会社を作って、そしてこっちの破産が済んだらこっちの代表になってるっていうのは、これある意味ですね、そのサイエンスも今万博の、いわゆるその、なんていうのメインスポンサーになるような会社になってるわけですから、この時に、いわゆる債務を帳消しに免除されてるっていうのも、別の資産がこっちへ動いたっていうふうに考えられたって仕方がないんじゃないかな。だからこの青山さん自体もね、やっぱり今この大阪の責任だと思いますよ。税金を使ってやるわけですからね。過去に隠したいことはわかりますね。でも自分も過去にいろんなことを乗り越えてという体験談をですね、講演会で言ってるんであればですね、いやいや、あの時にね、サイエンスいう会社を作って名前が変わってて、翌年に作ったこの会社やけれども、今万博のメインスポンサーをしてるこのサイエンスやけれども、俺が倒産させた会社と資金の流れとか、全く闇はないねんでっていうのを、やっぱりちょっと、説明してほしいなーというふうに思うんですね。これはクソジャーナリストがそう思ってるんですね。なんか僕もですね、過去に会社を倒産させて、まあ不動産関係とかいっぱい自分の友達で会社を倒産させてきましたけれども、上手にやってるんですよ。みんな股の下にバーン金隠してるんですよ。そういうの山ほど見てきてる人間なんですよ。大阪ですからね。僕はいっぱいしてるんですよ。そんな人間ね。バブル崩壊した後ですね、何百億も借金ある人がですね、その借金をどん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 免除されていってですね、裕福な暮らしをしているたくさん見てるんですね。ひょっとしたらその人たちと同じようなですね、要するに免除を受けた会社の倒産劇やったんじゃないかなっていうふうに、僕はそういうふうに思ってしまうんですよ。違うかったらごめんなさいね。だからその辺もですね、今立場、青山京明社長、サイエンスの青山京明社長、シャワーメーカーの社長ですね、ぜひ大阪を代表した大阪パビリオンのメインスポンサーになるんだったら、自分の過去はそんなことはやってないよ。綺麗なことをやってきたんだよと。そして今この森下雄一さんとのつながり、顧問をやってもらってたけれども、僕は森下隆一さんのいわゆる力をね、使ってメインスポンサーになったんじゃないよ。世界に自分の商品を広げるために、ね、森下隆一さんの力を持って、ね、僕たちがメインスポンサーになったんじゃないというところもですね、ちゃんと説明しておいてほしいなと思うんですよ。やっぱり税金やからね。で、森下隆一さんもですね、自分は、ね、そのようなですね、立場を利用して、ね、その維新との関係も利用してですね、自分が、いわゆる顧問をしている会社を、メインスポンサーにしたんじゃないですよと、ロート製薬さんとか、日本生命さん上の立場にしたんじゃないですよっていうところをですね、きっちりとですね、説明してほしいなっていうふうに思います。で、実はですね、僕の知り合いはですね、建築関係、土建や不動産、そしてブラックジャーナリストになっている政治家の方とかですね、たくさん僕大阪で人脈持ってるんですよ。で、そういう人脈の中からですね、このあなたの名前結構出てくるんですよ。ね、別に犯罪者としてじゃないですよ。なのでね、ちょっとこの辺説明した方がいいんじゃないかなと思ってね。で、これ知らない方が多いのでね、この動画を撮影させてもらったんですよ。だからつまりですね、大阪パビリオンのメインスポンサーは、大阪のプロデューサーの森下さんが顧問をしている会社のサイエンス、70人の会社ということをですね、なんでそうなったかという経緯をきっちりと説明してほしいな、税金が使われるからというですね、柔らかいですね、動画ですからね、ぜひね、教えていただきたいなというふうに思います。はい。それとですね、それ以外にもですね、僕にはいっぱいいろんなことが耳に入ってきているので、この説明がないまま、この万博が開催されるということになった後にですね、こういった話が表に出てきたらですね、大変な問題になるんじゃないですかってことなんですね。で、大変な問題になるというかですね、ちょっと前の、
東京オリンピックの、竹中平蔵さんが会長していたパソナの人材派遣の件についても大きな問題になったけれども、逮捕者出なかったですよね。逮捕者出なかったけれども、経理部長が、G マルしましたよね。電車に飛び込んでね。これって大昔にですね、起こったですね、中川翔一さんの事件ね、思い出しますよね。中川翔一は素晴らしい議員さんでしたね。50代でね、志半ばにですね、G マルしたという報道をされてますけれどもですね、そうじゃなかったと僕は思っていますね。裏になんかちょっと恐ろしいですね、ことが起こったんではないかなと、リーマンショックの陰でですね、起こったんじゃないかなと思ってる一人なんですけどね。なんかそれと同じような匂いがするんですよ。この利権というものとね、またこの闇っていうもので同じようにこう、僕はこうね、考えてしまう人間なんですよ。バカですからね。そこでですね、今日登場して実名を出させてもらいました。M さんとずっと言ってましたけれども、森下隆一さん、ぜひですね、それのご説明いただきたい、と思います。そしてね、サイエンスの社長もですね、ぜひですね、その辺のご説明いただけたらですね、僕も納得するし、皆さんも納得するんじゃないかなという動画でした。はい、はい、そういうことですよ。別にね、誹謗中傷している動画ではございませんよ。今日の、話の仕方は素晴らしかったでしょうということですよね、丁寧に話をしておりますよってことなんですね。はい、ということでですね、いかがでしたか？皆さんね、こういうことが起こっているんですよってことなんですね。で、こういったことをですね、僕が結構好きなジャーナリストで森さんっていう方がたくさんですね、記事にされていますね。こういった記事ね、まあもちろん取材をされて記事を記事に上げてるね、ことなので信憑性も高いと思いますのでね、大阪に住んでいてですね、このようなね、大事件が今後起こっていくのではないか、このことを発端にというね、事件が起こる前の考察動画でしたということですね。はい、そこのなんかそうですよ、この赤マスク怪しいですか？怪しいと思ったらチャンネル登録しておいてください。こんな怪しいチャンネルはありませんよ。探しても探してもジェジェチャンネルで探しても出てきませんよ。いっぱいありますからね、ジェジェチャンネル世界中にありますからね。今そこでプチッとチャンネル登録をしておいてくださいということでした。はい、最後までですね、ご視聴ありがとうございました。以上、ジェジェチャンネルでした。